go. もう大丈夫ですよ。何が？それは、あれ？ああ！嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！さあ、走ってください！大丈夫ですから。なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ行って。走らんかい。巨人を食い止めて、あの子を逃がさないと。私が巨人の注意を引きます。その間に奴を倒してください。あの子もまだ相当遠くへは逃げていないはず。絶対に守らないと。私はあの子を追いかけます。あなたは他に逃げ遅れた人がいないか探してください。落とした。周りに巨人が集まり始めています。囲まれる前に巨人を討伐して逃げ道を確保しましょう。村の人ほとんどみんな先に逃げちゃった。誰も助けてくれなかった。大丈夫ですからね。相手になるよ。あんたは命の恩人よ。ありがとう。そうだ、助けを呼んでくるから。くそ、やるよ。片付けよう。こんなもんか。これでなんとかこの場を切り抜けられそうですね。助かる。走らなきゃ。誰か来てくれ。おのさ、
私の周りにも巨人が。この橋を渡らなきゃ逃げられないのに。サシャ、どうしてお前らがここに。感動の再開はアトラだぜ。まずは任務通り住民の避難に全力を尽くすぞ。急がないと、あの子逃がせなくなってしまいます。まだだね。やるよ。片付けよう。ダブ、どうだ。了解だ。このまま始末してやる。実戦はトロストク以来だ。また前線に来ちまうなんて。アシャ、なんで丸腰なんだよ。お前がそんなんじゃ。大丈夫です、なんとかしますから。ダズモン、手を貸してください。よし、これで橋は通れるようになったぞ。よかったです。あと少しで巨人のいる一帯を抜け出せますね。片付けよう。次だ。よっと、ありがとうよ、助かったぜ。俺は助けを呼んでくる。来たが、まだ手が足りない。一緒に戦ってくれ。感謝する。しかし、このまま戦うのは厳しそうだな。俺が何か手を打っておこう。こんなもんだ。救援要請か。待ってろ。やるよ。手が足りない。誰か加勢して。了解だ。よし、私は拠点を作っておくから。よっしゃ、やるよ、片付けよう。しっかり頼むぜ。分かった。何の騒ぎかと思って来たわ。いい
いけど、巨人が多すぎるよ。誰か手を貸して。助かったよ。ここからはもっと有利に戦えるよう手配しておくから。相手になるよ。始末してやる。やるよ。ダブル。こんなもんか。他の村にも声をかけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。え、他の村にも。俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか。
でもやるしかありませんね。来ればもう大丈夫ですよね。周囲に巨人は見当たりませんし。ありがとうございました。おかげで私もこの子も無事に逃げ切れました。この恩は必ず。怪我はないようだな。ん？お前は？はっ！104期調査兵団、サシャ・ブラウスです。上官の指示で各地への情報伝達に当たっていました。そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの子供は私が安全な場所まで送り届けよう。そっちのお前は戦えそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団の加勢に入ってくれるか。どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。準備ができ次第すぐに出発するぞ。必ず今回のお礼はしますので。食べ物以外でまた生きて会いましょう。必ず。行くとしよう。貴様は調査兵団か。戦えるなら何でも構わん。すぐに出撃してもらうぞ。あんたは確かトロストク奪還作戦の時にいた。助かった。心強いよ。貴様らも早く配置につけ。グズグズしている暇などないぞ。はっ。巨人はここで何としても食い止めないと。トロストクで死んでいったみんなにも申し訳が立たないからね。行くぞ。力を貸してくれ。頼もしいね。期待させてもらうよ。さあ、一匹たりとも投資はしないよ、巨人ども。相手になるよ。まずは防衛線の展開を援護してくれ。付近の巨人を駆逐し、防衛線の完成まで時間を稼ぐんだ。行くぞ。かかったよ。始末してやる。もし本拠地が壊滅すれば、今度こそ人類は。こんなもんかい。
片付けよう。やるよ。どうなったには深淵だ。救援要請か。トロス族の時よりさらに腕を上げたようだな。相手になるよ。次だ。落とした。防衛戦の展開を急げ。巨人の進行をこの地で食い止めるのだ。巨人が邪魔で拠点の補強ができん。誰か手を貸してくれないか。相手になるよ。やるな。俺も負けちゃいないぜ。助かった。すぐ拠点の補強にかかる。補強しなきゃならないのに、それどころじゃない。食われちまう。さあ、やるよ。戻した。相手になるよ。やるよ。な。さあ。このまま。な。リコさん。頼みます。でもか。すまない。これで拠点を補強できる。もう少しで防衛戦の展開が完了する。このまま味方を守れ。Huh!
たってよ。次だ。はい、リコさん。任せろ。うっ。拠点の準備が整ったか。これで防衛線の展開は完了だな。この防衛線より先に巨人を進ませてはならんぞ。拠点を有効に使って巨人を退けるんだ。なぜここに…いや、ゆっくり話してる場合じゃねえよな。俺たちの任務は壁の破壊箇所の特定なんだが、巨人が邪魔で進めねえんだ。すまねえが、手を貸してくれるか。次だ。巨人がさらに接近してきます。くそ、なんでいきなりこんなに巨人が現れたんだ。こんなもんか。これで俺らの方はなんとかなりそうだが、このまま素通りもできねえよな。これから攻勢に出る。まずは前線を押し上げるのだ。よし、我々は拠点を設定して前線を支援するぞ。お前ら、俺たちもこの戦線に加勢するぞ。時間はかけられねえ。拠点をうまく使え。了解です。では
設営場所を確保してきます。救援要請か。助けに行かねえと。やるよ、始末してやる。労働作戦に取り掛かりたいが、この状況では厳しいか。こんなもんか。いい働きだ。相手になるよ。リコさん、ハンネスさん、おお、下がるよ。次だ。助かったぞ。早速陽動作戦を始める。拠点は頼んだ。深淵だ。救援要請か。なるよ。リコさん、
頼みます。任せてくれ。このまま片付けよう。どうだ、神は。拠点は頼んだ。よし、これで有利になったな。報告します。大型の巨人が複数体こちらに迫ってきております。さら押し返されてたまるか。総員突撃、私待ってるぞ。隊長自ら。相手になるよ。次だ。片付けよう。動きをしているな。落とした。相手になるよ。一番してやる。やるよ。リコさん、頼みます。待っててくれ。このまま片付けよう。まだまだだね。相手になるよ。片付けよう。どうだ。はっ。リコさん、どうだ。やるよ。なかなかのもんだ。やるよ。やるよ。そうだ、神は。
滅すれば終わりだぞ。相手になるよ。なかなかのもんだ。
片付けを始末してやる。よっと相手になるよ。始末してやる。リコさん従うよ。やるよ。相手になるよ。ハネさん落ちた。本拠地を防衛せよ。ここが壊滅すれば終わりだぞ。始末してやる。相手になるよ。片付けよう。ちょっとリコさん走ります。このまま任せてくれ。ああやるよ。ああこんなもんか。わっ行くぜ。ああ片付けよう。巨人の進行を食い止めたな。これで終わるとも思えんが。壁の穴にはかなり近づいたはずだ。未だに一匹も巨人と遭遇しない。おかしい。行きますよ、リコ班長。この調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。さらに巨人が来たらここも突破されてしまうだろう。なんだろう、何か。あんたはどう思う、この状況。まったく楽観的だね。私は何か薄気味悪いものを感じるけど。新兵、ご苦労だった。ここはもういい。今のうちに調査兵団に合流しておけ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それに
なぜ馬が残っている？松明の調達は済んでいるが、出発するぞ。聞いたか、今あいつが。俺には何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。ここに今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。南藩はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま、逆方向から壁沿いに南下してきた七葉たち西藩と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労も限界に達していた調査兵たちは、ボールローゼにほど近い古城ウトガルド城で休息を取ることにした。出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りにつくから、新兵はしっかり休んでおけよ。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしてはね。それを突き止めるのは明日の仕事だ。今は体を休めることに努めろ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろう。まあ当然だよな、まさかこんなことになるとは。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし、状況を聞かせてくれ。ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな、バカらしくなってきた。その説が正しければ
お前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえと、ほら、できねえだろ。うるせえ！クソ女もう寝ろ！うん、そうだね。ゲルガーさんの言ってた通り、今は体を休めなくちゃ。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。明かりが出てきて気がついたら、なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだあいつは。巨人っていうか、ありゃ獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。おい、待て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 、待ってくれ。ふざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行くぞ。まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないな、頼んだよ。くそ、ふざけやがって。やるしかねえってのか。始末してやる。塔にアムボービネ新兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。分かった。調整を確認。私が向かいます。相手になるよ。始末してやる。相手になるよ。このままやるよ。捕まるかよ、この薄なのが。ゲルガ、今のは危なかったろ。あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐補佐に数えとけよ。たくましいね。覚えとけよ。始末しやる。やるよ。ゲルガーさん、頼みます。なるよ。片付けよう。始末してやる。アダモさん、頼みます。了解だ。挑発してくれ。こんなもんだ。やるよ。よし、これで塔の周りの巨人は大体片付いたね。さすが調査兵団、他の
兵士とは訳が違うってことか。こんなもんか。あれは後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。くそ、休む暇もねえってのか。片付けよう。やるよ。この巨人邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないと。次だ。片付けよう。すまないな。これで塔の守りに専念できる。やるよ。あいつになるよ。ゲルガーさん頼みます。わかった。まずいな、これじゃキリがない。すごい活躍ね。こんなもんか。あいつになるよ。ありがとう、おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。やるよ。これででかいのはあらかたやったぞ。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんて滅多にないよ。いや、なんとかしのげそうだな。あれはなんだ。壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だね。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。任せたよ。塔の掴みは始末してやる。この投石、壁の方に歩いていたこの獣の巨人の仕業か。拠点は頼んだ。こんなもんだ。始末してやる。このまま片付けよう。よろしくな。そうだ、任せなさい。相手になるよ。やるよ。拠点はここだね。始末してやる。しっかり頼むぜ。わかった。巨人多数接近。くそ、なんて勝った。よっと。拠点を作ってくれ。片付けを。よろしくな。任せなさい。やるよ。片付けよう。あいつになるよ。討伐完了。拠点は頼んだ。始末してやる。こんなもんだ。
いおい、まずいんじゃねえか。塔が壊されたらおしまいだぞ。このまま塔が壊されるのを黙って見ているしかないのか。片付けよう。しっかり頼むぜ。わかった。落とした。片付けよう。これで周りの巨人はなんとかなりそうだね。あとは投石をどうにかしないと。あの獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいじゃねえのか。いや、この木を逃すってはね。あいつさえやっちまえば投石は止まる。刃もガスも限界だ。お前もその生倉が最後なんだろう。ああ、でも最後まで諦めるわけにはいかないさ。戻した。始末してやる。カタコさん任せます。了解だ。俺たちだけで何体やったんだろうな。さあ、数える余裕なんかないからね。よろしくな。まだだね。さあ、片付けよう。合図になるよ。ゲルガーさん頼みます。分かった。
巨人が引いてくぞ。な、やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。こいつはもう。だねな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねお前ら、もう力入んね。ゲルゴおい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちが。よせクリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナマさんが、ゲルガーさんが。くそ。なあ、このままここで塔が崩されてただ食われるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそくそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私は。クリスタ、こんな話もう忘れたかもしんねえけど、多分これが最後になるから覚え出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。ああ、あの時か。エレンたちと捜索に行こうとしたんだけど、みんな無事に戻ってきたんだったっけ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな、どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの。コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよこれで。ユミル、何するつもりだ。さあな、
自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。ユミル、待って！嘘だろ。始末してやる。クリスタ、お前は知ってたのか、ユミルが巨人だったって。知らなかった。いつも近くにいたのに。こんな、ユミルは何か巨人の力を知ってた風だぞ。どっちなんだ。どっちって、ユミルが人類の敵かもしれないっていうの。始末してやる。やるよ。こんな力持ってんだもんな。何考えてんのか分かったもんじゃねえよ。ユミル、相手になるよ。人の幸せのために死んであげた。でもその時に心から誓ったことがある。もし生まれ変わることができたなら、今度は自分のためだけに生きたいと。始末してやる。
してやる。片付けよう。私たちを命がけで守ろうとしてるから。このままだとまずいぞ。ミミルのやつやられちまうんじゃねえか。死ぬなユミル。こんなところで死ぬな。こんな塔を守って死ぬぐらいならもうこんなもんぶっ壊せ。本当に壊しやがった。いいぞユミル。すごい。この厳しい状況で君は本当によく持ちこたえてくれたよ。相手になるよ。あっちに強い巨人がいるのかな。
す。うまくいったぞライナー、今のうちに逃げるんだ。助かったぜアルミ、ありがとな。片付けよう、始末してやる。やるよ、片付けよう。クニ、今助けるぞ。ありがとな。始末してやる。救援要請だ。片付けよう。どこからこんな数の巨人が現れたって言うんだ。考えるのは後だよアルミ、今は目の前の巨人を倒すことに集中しろ。ハッカー頼みます。分かったよ。もう大丈夫だろう。助かりました。もうダメかと。拠点は頼んだ。やるよ。モブリットさん任せます。ワイルドな新兵がいたものだ。片付けよう。相手になるよ。ハッカー頼みます。了解。落とした。片付けよう。まだだね。片付けよう。ハルミしっかり頼むぜ。了解。始末してやる。そうは関係は。これで大丈夫だな。今のうちに撤退するんだ。ありがとうなエレン。恩に切れて。
クリスタ、今助ける。相手になるよ。このまま始末してやる。やるよ。やめ、しっかり頼む。どうだ。よし、俺もやってやる。ちょっと、あんたは攻撃しなくていいから。こんなもんだ。ウトガルド城周辺の巨人討伐完了しました。よし、窮地は脱したね。クリスタ、ここで何が起きたのか教えてくれるかい。眠い。それもこれも分隊長が今朝までに資料をまとめろなんて言うから。モブリットさん、ひどい顔ですよ。少し寝てきた方がいいんじゃ。いや、夕方から兵団の会議があるんだ。今寝たら確実に寝坊する。実は君にもいろいろと用事があったんだが、すまん、今は何も考えられそうにない。今度でもいいか。ありがとう、そう言ってもらえると助かるよ。モブリットさん、会議が終わったらちゃんと寝てください。そのうち倒れちゃいますよ。いや、大丈夫大丈夫、モブリットは強いからね。分隊長、会議は夕方からって話でしたよね。うん、そうだよ。ただ、会議にあたってやっておきたい実験があってね。そうですよ、分隊長、あなたに人の心はありますか？心配しないでよ、そんなに時間のかかる実験じゃないから。じゃ、エレンも君もまた今度。さあ、行くぞ、モブリット。分隊長、すまない。それじゃ、また後でな。
Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.